皆さんどうもおはようございます。中菅信之です。いつも聞いていただいてありがとうございます。今日もラジオの方を撮らせていただこうと思いますので、お付き合いの方どうぞよろしくお願いいたします。えー、ということで、僕はなんですけど、えっ、ー、と、おとついから東京に来させていただいておりまして、まあ、昨日まではマスターホロソファーの中でも、えっ、ー、と、アドバンスマスター を受けけた方向けに、えー、と婦人科系のブラッシュアップ講座をさせていただいておりましてで今日からまたベーシック講座をさせていただくという感じなんですけど、えー、と今日のホテルがあの明治神宮の横のホテルに泊まっておりましてっていうのもあの前回ですねあの国立競技場の横のホテルに泊まってなんか緑が結構いっぱいで心地いいなというふうに思いましてちょっとその近辺を のホテルを選んんでで泊まらせてていいただいてるんですけどなんか今日は明治神宮の横に泊まってるんですけどなんかえっと目の前が明治神宮のえっとあの球場なんですでその横になんかあのー、コンテナがあるなと思っててで何だろうなって思って見てたんですねそしたらああれワクチンの接種会場なんだって思ってで その奥に国立競技場が見えるんです。なので、あ、なんかこう野球が見えたり、ワクチンの接種会場が見えたり、で国立競技場が見えたり、なんかこの日本でいろいろ話題になっているスポットがなんかこう一望できるところだなと思って、さすが東京だなというふうに思って、えー、っと泊まらせていただいております。で、そんな景色を見ながら今日はちょっと喋らせていただこうという風に。 思うんですけど、えー、とはいで、今日は、えー、と本題なんですけど、えーと、質問をいただきました。えー、ラジオネーム、うん、京ちゃんと信州の猫さんからいただいた質問なんですけど、えー、人の魅力とはということで、えーと、それについて喋ってほしいというふうに言っていただきましたので、えーと、それについて喋らせていただこうというふうに思うんですけど、なんかこういう質問ありがたいなと思う反面、 朝起きて見てみたらこれめちゃくちゃ難しい質問だなというふうに思いましてまあでも、えー、と自分の言葉でしゃべりたいなというふうに思っております。で、えー、とまず人の魅力なんですけどあの体の奥行きとかっていうあの一般向けのお話し会でもしゃべらせていただいてるんですけど僕の個人的な感覚なんですけど、えー、とこのように起きていることっていうのは、まあ、ゲームみたいなもんだと思っているんですね。 なので、えー、と起きている時点でなんかそのいい悪いに関わらず必要なことしかないんだと思うんですよ。で、えーとまあ、それがもう自然の摂理だとしたらでそ,のそのこと自体に、えー、と無駄なものが全くないとしたらこの世に存在している時点で全員魅力的だと思うんです。だから まずは、この世に、えっと、自分が存在している時点で自分には価値があって魅力があるってことがえ自分に腑に落ちているってことが前提だと思うんですよ。で、えっと、こういう話すると当たり前じゃないかってなるかもしれないんですけど、ここが信じられなくて、か誰かのバイアスで自分以外の何者かになろうとしている人って結構いると思うんですね。うん でまあ、それはそれでいいんですけどなんかそれでしんどくなっちゃったらもうある意味その自分を生きれてないっていうことになるので魅力は半減だなというふうに思うんです。で、えっと、そもそも存在しているだけで魅力があるんだったらなんかその感覚に沿って生きてれば魅力が勝手にあふれるんじゃないかなっていうのが個人的に思うんです。 で、その感覚って何だっていう話なんですけど、それがどんな感覚っていうのはすごい難しいなっていう風に思うんですけど、なんかちょっと朝からいろいろ考えてて、一番今の段階でしっくり来る、来てる表現っていうのは、なんか自分が心地いいっていう、 感覚なななんんじゃいいかなっていうふうに思うんですねだって、えー、と自然の摂理として無駄なものがないとしたらその感覚はどの生き物にも備わっているはずででじゃあその感覚で何かなって考えた時にやっぱ根っこから心地いいっていう感覚がそれに当たるんじゃないかなって思うんです。でこの根っこからっていうのがポイントでだから表面的ではないっていうのが理想的だと思うんです。 やっぱ表面的な心地いいっていう感覚はもしかしたらこの誰かのバイアスが入っちゃってるかもしれないのでだから,根っこからっていう感覚が大事なんじゃななないいかなって個人的には思いますでなので、えっと、誰かのバイアスに従うんではなくて、まあ、そんな自然の摂理にのっとって、まあ、表面的ではなく自分が根っこから心地いいって感じる感覚に、まあ、無理せず素直に。 生きれてれば自ずと魅力的なななんんじゃいいかなっていうう風に思うんですねで難しいのがこういうことをしゃべるとなんか自分が心地よかったら周りはどうなってもいいのかみたいな感じになると思うんですけど、えっと、自分が根っこから心地いいっていう感覚に沿って生きててでそれを 周りが不快だなって感じてでその周りの反応を自分が心地よくないって感じるならそれはもしかしたら根っこから心地いいっていう感覚じゃないかもしれないしなんかトータルで心地よくないっていう感覚になるかもしれないなっていうふうに思うんです。でも 本当に根っこから心地いいっていう感覚に沿って生きてるんだったらそれを周りが深いって感じてたとえその人たちが離れていたとしてもそれをか心地いいって感じる人がまた周りに、えっと溢れてくると思うのでまあそういうのを知ってるからえっと 結局その根っこから心地いいっていう感覚に沿って生きている魅力的な人はそういう周りの反応とかにも流されないんだろうなっていうふうに思うんですねなんかすいません本当言葉言が難しいなっていうふうに思いながら今喋らせていただいておりますであでしかもこれはその周りに人がいるのがいいとかおいとかそういう話じゃなくってそのそういうえっと 反応とかも含めて心地いいって感じるんじゃないかなっていうふうに思うっていうことやと思っていただけたらなと思うんですけど。で、やっぱりなんかこの世にはなんかいろんな価値があると思うんですよ。例えば、ね、価値観もあると思うんです。例えば生産性とか、えっ、ー、と、容姿とか能力とかいろんな価値とか価値観があるじゃないですか。で、その価値観とか価値自体にもういいも悪いも なないんですけどなんかこうこうすると価値が出るよねとかっていうその方法論としてのことを無理してやりすぎてる人は、まあ、魅力が半減するんじゃないかなと思うんです。だから例えばほらよく言う顔で笑って目が死んでるみたいなとか。 ででやっぱそれってやっぱ誰かのバイアスが入っちゃうので、まあ、そもそも自分が根っこから心地いいっていう感覚に生きれてない可能性が高いんじゃないかなって思うんですね。でやっぱ最強なのははそういうい意味では なんか面白いって感じた時には笑う人だったりおいしいって感じた時においしいって言いながらおいしそうな顔したりとか,なんか悲しいって感じた時に悲しいっていう表現をしたりとか何かこう自分の存在としての価値を分かっててその自分の根っこからの心地いいっていう感覚に素直に生きてる人っていうのが、まあ、僕は魅力的な人なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。っていうかかそのの自分分魅力が分かってるって っていうのが一番魅力的なんじゃないかなって思うんです。なんかこう難かさらに難しいのはあ自分のままでいいんだっていうことを勘違いしてこう自分のことを全く磨かない人っていうのも多分魅力的ではないと思うし。 こうだそれなら何かの価値観かもしれないけど不器用ながら一生懸命頑張っているっていう人も、まあ、それはそれで魅力的だと思いますしこの辺ってすごい難しいところだなというふうに思うんですけど、まあ、なんとなくそこの辺の辺感感覚を感じていただけたらなといいううふうに思いますだからなんかこう何者かになろうとしすぎてでなんかそういう自分を何より自分が心地よくないって思いすぎてると しんどくなって魅力は減るんだろうなっていう風に思うんですけどでそもそも自分が存在必るだけで価値があるなら何者かになろうとする必要はないと思うんですよなのでその何回も言ってるんですけど要は自分が えっと、何者かにならずに自分が心から心地いいなっていう感覚に沿って生きてる人は魅力的なんじゃないかなっていうふうに思うんです。だからすごいい難しいテーマですねこれで要はなんか前提として自分が存在しているだけで価値があるっていう。 ことを分かってて、根っこから心地いいっていう感覚に沿って、無理せず、素直に何者かになるわけでもなく、自分を磨き続けている人が魅力的な人なんじゃないかなと個人的には思いますっていう話です。はい。で、ね、本当にちょっと難しいテーマで、なんかあんまり、なんか何のこっちゃっていう感じだったかもしれないんですけど、なんかそこって確かに言われてみれば結構大事なんじゃないかなというふうに。 思いましたので、あくまで、えっと、個人の見解として喋らせていただきました。はい。えー、っと、まあ、今日もですね、なんか、な,なん、のこっちゃって話だかもしれないんですけども、何かの参考になれば嬉しいなというふうに思います。えー、っと、それでは今日はこんな感じで終わりたいと思います。それじゃあまた、バイバーイ。